ヨーロッパブナは、コイカの淡水魚。その名の通り、ヨーロッパ原産種で、西はイギリスから、東はロシアに分布し、生息域は、北は、スカンジナビアの北極圏、南は、フランス中部や黒海に至る。故障や緩やかな河川に生息する。英名はクラシアンカープで、イギリスにおいては、外来種ではなく在来種であることが立証されている。 日本を含むアジアを原産とする資料もあるが、誤りであろう。これは、ヨーロッパ船の普通名、英語では、クルーシャンカープが、船族の総称であること、また、その首相名が属名であることからの混同と、説明できる。中型の小イカ魚で、通常は、体長15センチメートル、体重1.5キログラム未満くらいであるが、サイダイオスでは、 体長6 4 0センチメートルが記録され、発表されている最高重量は 3kg。2から3年で成熟するが、現在の英国などでは、本来の20から3 0センチメートル級の大きさには、慣れず15から2 0センチメートル級に成長止まりしているという。配色は全体的に光沢ある。 筋力色とされるが、より詳細な文献によると、若い個体は、全体が、金色イコールブロンズ色だが、成長するにつれて、黒みを帯びてきて、生魚は、線は、能力色、オリーブ濃い茶色、側部上半は、ブロンズ色、側部下半と腹部が金色となり、胸びれは、赤みがかかった色、オレンジ色になる。体色には、個体感の変化も見られる。見分けのコツとしては、 背びれの形が丸く凸扇形に湾曲しているのがヨーロッパナの特徴で背びれ外角が大型にくぼんでいる金魚系の船と区別できるヨーロッパナは大別してにタイプの体型を表す天敵と共存する水系ではほっそりとした低体高の体型からずんぐりした高体高の体型に形態が変異するまた ヨーロッパブナと金魚系フナとの交配種がいることは、水槽生物飼育者界隈では都とに知られており、野生で共存する生態系から雑種らしきものも報告されている。イギリスの研究者は、実験室的な環境で、二つの種が確実に交配し、元気な生態の子孫を作ることができると突き止めた。その時の交配種は、繁殖力が乏しいまたは皆無だったが、 ヨーロッパブナの在来種に外来遺伝子が混合することも危惧されており、また、雑種第一代には雑種強制が見られるので在来種が駆逐されるという懸念もある。英国のスポーツフィッシングでは、いわゆるザコ釣り部門に分類される長魚であるが、英国の最重量記録は2003年にマーチンボーラーが釣り上げた 2.085kg2011 年には、 ジョシュはブラビンズの体記録が認定された。近年、この重さを大きく上回る個体が何匹か、記録申請されたが、それらは新生ヨーロッパブナではなく、後輩雑種による、ブラウン色の金魚系の変種、とされたため却下されている。オランダでは、体長54センチメートル、重さ3キロの長魚が撮影されている。ギベリオブナカラシウスジャイバリオ金魚が、 クラシアンカープの改良品種だとしている文献もあるが、クラシアンカープというのは、船属の総称でもあるから、全くの誤りではないが、近年の遺伝子学研究で金魚の祖先は、クラシアンカープ種ではなくギベリオブナ種であることは、確立されているので、表現としては、好ましくない。以上は表現上の混同だが、実際問題として、クラシアンカープと金魚系雑種の見分けが必要と、 なっている。そこで、ファーナム・アングリング・ソサエティの比較表に基づき薬質、保医したものが、以下の表である、ヨーロッパブナは、淡水魚用の水槽でたまに飼われることもあり、ウォーターガーデンに放流されることもあるが、ニシキゴイやコイカ、オルフェのような色彩豊かな魚のような人気がないため、一般に流通している、干渉魚ではない。だが、水産業においては、 重要な養殖魚の一つであるとされ、FAO の発表した2008年統計では、養殖魚の世界ランク9位とされているが、これはアジア系のギベリオブナをヨーロッパブナの亜種とみなした上での統計であり、中国での船養殖が大半を占める数値であることは、明白である。淡水魚漁獲データでは、FAO2006 年統計で5.53で、 漁獲量は13位の漁種で、内訳はカザフスタン2.2、日本1.12、セルビア0.84、モルドバ0.19、ウズベキスタン0.19、ポーランド0.13等となっている。この統計ではヨーロッパ各国の漁獲量はヨーロッパ3種を示すものと思われる。ありがとうございます。